こんにちは皆さん、今日はこちら買ってきました。臭豆腐臭豆腐ですこれ匂いが伝わらないのがあれなんですけど、これ台湾の夜市とかでよく売られている臭い豆腐です。で今日はこれ揚げてきたやつを買ってきたんですけど、揚げた他にも煮たやつとか煮たやつとかがあって、ただ揚げたやつの方がサクサクして美味しいので今日は食べていきたいと思います。まず中がですね、見えるかな、こういう感じ。まあ揚げ豆腐なんですよ。でここに白色のキムチが乗ってて、キムチと一緒に食べると美味しいので、では実際に食べていきたいと思います。うわー、ここの時点でもうだいぶ匂いが、この部屋の換気しないと寝れないな。では実際出していきたいと思います。じゃじゃん、見えるかな、これです、臭豆腐。ではいただきたいと思います。うん、うわ、美味しい。落ちちゃった。普通の揚げ豆腐のサクサクの感じでめちゃくちゃ美味しいです。匂いが少し臭いんですけど、でもここの臭豆腐は豆腐をすごい回数洗ってるみたいで、ここの豆腐の臭さはその臭豆腐っていう感じではなく、ちょっと揚げ豆腐がちょっとほんの少しだけ発酵した匂いがするなっていう感じで、全然食べれる、美味しい。いや、臭豆腐美味しいな。見た目はちょっと匂いとかでみんな嫌いな人多いんですけど、食べてみたら意外と美味しいです。この揚げた臭豆腐、じゃあ臭豆腐って言って、これは小さいのでこれで50元でした。だいたい今で言うと185円、1つ185円なのですごいボリュームがあって美味しいです。12個ぐらい入ってるかな、12個ぐらい入ってます。もう一個いただきます。うん、美味しい。皆さんももし夜市とかで揚げ臭豆腐を見たらですね、買ってみてはいかがでしょうか。本当に美味しいです。それでは臭豆腐の紹介でした。バイバイ。真的好吃，有一点臭，但是对我觉得非常好吃的。拜拜。